券売機における、フォーク並びの、霊フォーク並びとは、トイレ AT。食器のフォークのように、一列のものが分岐してゆくことから、付けられた名前である。床面にテープを貼って誘導する、霊看板を使って誘導する例、フォーク並びは、公衆トイレや現金自動預け払い機など、窓口、個室が複数あるところに整列する際の習慣の一種で、複数の窓口、個室に対して一列で待機し、 先頭から空いたところへ順番に振り分けていく方式である。例えば ATM が複数設置されている場合であれば機械ごとに待ち行列を作るのではなく、待ち行列を一列に作って空きを待つ方法である。この列の進み方の様子が食器のフォークに似ていることから、この名が付いた。一列待機方式、一列並び、一列振り分け方式、一列並び順次利用。 アメリカン方式。また、銀行の窓口で、受付順に番号カードを受け取る形式も一種のフォーク形式であると報じられている。なお、工場などでタスクボードを利用して、各メンバーにタスクの配分を行うとき、平均処理時間の短縮のためフォーク並びの理論が用いられることがある。欧米ではかなり以前から一般的な習慣であったとされており、 アメリカではかなり前から一般化していた、欧米では広く普及している。公平さに厳格な米国社会では多方面で定着。欧米の銀行などで一般的。牧野恵美は2001年の産経新聞の記事においてフォーク並びを初めて見たのは15年前のニューヨークのクラブの女子トイレであったと述べている。日本では 欧米などに遅れる形で1990年秋から1991年夏にかけて急速に広まった。方法としては銀行の ATM や鉄道駅の発見窓口においてはロープで仕切るようにして一本の列を作りそこに利用客を誘導していく形式が一般的なほかコンビニエンスストアにおいては床面にテープなどで表示を貼って誘導していく形式が 一般的である。また、一列に並ぶよう促す看板を設置するなどの方法もある。公衆トイレにおいては誘導されなくとも自然発生的にフォーク並びが形成されることも多いと報じられている。日本での導入この並び方を日本国内で最初に導入したのは銀行の ATM であり、1990年4月に住友銀行が 海外旅行の経験がある顧客から海外を見習いなさいとの指摘を受けて全視点で一斉に始めたのが起源と報じられている。それまで個々の ATM ごとに列を作って並ぶ形式だったものを一列に並ぶようにロープで囲い先頭の人間から順に空いた ATM に進む方式に変えたとしている。ほぼ同時期に三和銀行も導入したとされており、 三和銀行が期限であると主張する関係者も存在すると報じられている。また、東海銀行では1989年の年末から広め始めたとも報じられている。このほか富士銀行、太陽神戸三井銀行では1990年秋から、福岡銀行では同年春から導入を開始したとされており、これらを踏まえて、朝日新聞では、 一気に広まったのは1990年秋から1991年夏にかけてであると論じている。また、日本においてこの並び方を最初に研究したのは、群馬県前橋市に在住していた女性短大講師であるとされている。ヨーロッパの公衆トイレにおいて一列待機方式を体験して感銘を受け、1988年に大学婦人協会のセミナーで発表。 あとに、銀行や空港、百貨店に提案し、採用されたとする報道がある。命名日本の新聞各社の記事によれば、フォーク並びと命名したのはかつて1990年代、前半に活動していた市民グループ、冗談法人、東京野獣馬連盟であると報じており、毎日新聞の記事によれば、フォーク並びという名称は、日本独自であると報じられている。 1991年夏に同グループの会員が公衆電話の待ち列へ割り込みした人間と抗論になったことをきっかけにこの並び方を広める運動を開始したとされている。この並び方が定着しないのは公平さに対する意識の低さと良い名前がなかったことが理由であるとして名前を試案していたところ戦術の会員の子供がこの並び方に対して フォークみたいであると指摘したことによって、フォーク並びの名がついたとされている。その後、鉄道駅でフォーク並びの実演を行ったり、フォーク並びを呼びかける、チラシの配布、会員の名刺の裏面に、フォーク並びの図解とアピール文を掲載するなどの活動が行われた。上段法人、東京野獣馬連盟は、この活動によって、日本イベント大賞第8回の加速を受賞したという。 地域差、世代差フォーク並びの普及率は地域によって差があるとする報道も参見され、沖縄タイムスでは沖縄では東京ほどフォーク並びのルールが徹底しているわけではない。南日本新聞では大都市の銀行は大たフォーク並び鹿児島でもそんな光景が日常的になったら素敵だと思う。福井新聞ではフォーク並びは都会だけのことかと思っていたが最近では 福井でも見られるなどといった記述が地方紙のコラムに登場している。世代によっても普及率に差があるとされており、毎日新聞では1995年の記事において銀行の ATM で慣れているせいか、若い人ほどきちんと並ぶ傾向にあるとする施設管理者の指摘を取り上げているほか、NHK 総合テレビジョンでは2014年に放映された情報番組朝一において、 フォーク並びは、高齢者層には浸透していないため、割り込みをしてしまう、若年層には、フォーク並びが浸透しているとの報道がなされている。先着の優先、フォーク並び最大の特徴として、先着優先の公平な並び方であることが挙げられる。従来の窓口、個室ごとに列を作る場合に発生しがちであった、隣の列の人間に先を越される、窓口を新しく開設した際、 後から並んだ人間を先に誘導してしまうといった不適切な状態が解消されるメリットがある。また、列の後ろに並んでいる人間からせかされる感じを受けにくい。後ろの人間に気を使わずに利用できるといったメリットもあると報じられている。従業員に対する精神的圧力も軽減されるとしており、緑の窓口をフォーク並びにしたところ、発見や釣り線の受け渡しにおける ミスの減少や発見作業の効率化が図られたとの報道がある。負荷の平準化待ち時間は自分の前に並ぶ人の処理時間の影響を受けるが、処理時間は各人でばらつきがあるため平均より短いこともあれば長いこともある。フォーク並びで行列を作り業務を取り扱う窓口や台数が多ければ多くなるほど、処理時間は平均値に近づき中心極限定理と、 同じような現象が生じる。戦術のように工場などでタスクボードを利用して各メンバーにタスクの配分を行うときフォーク並びの理論が用いられることがあり、理論上はタスクを個人に割り付けるのではなく、チーム内で次々に処理する方が時間の短縮を図ることができる。現実にはメンバーの多能効果などが前提となるため、これらを含めた改善が必要となる。 フォーク並びのデメリットとして、列が長くなってしまうことが挙げられる。このデメリットは、小売業において導入が進まない最大の要因となっており、列が長く見えてしまうことから並ぶのを諦めてしまう、人間が出るといった指摘や、一列に並んでもらうための、スペースが確保できない、レジ周辺に商品が陳列できなくなるといった、デメリットがあると報じられている。 銀行におけるフォーク並びの普及に伴って、1993年に名古屋駅の新幹線切符売り場で導入が検討されるも、列が一般通路まではみ出すとの理由で当初見送りにされた経緯や NTT の公衆電話でもスペースが足りないとして結果的に導入されなかった経緯があると報じられている。また、横からありこまれやすいとの指摘もある。 銀行におけるフォーク並びの普及に伴って、1992年に横浜駅の緑の窓口で試験導入したところ、かえって割り込みの苦情が多発したことから2002年に再導入されるまで一旦廃止された経緯があると報じられている。フォーク並びに対する割り込みは空いた窓口、個室に列を無視してそのまま飛び込んでしまうといった事例や一列ではなく窓口。 個室ごとに列を作り始めてしまう事例が多いとされている。特に列の出口から割り込まれる事例が多いため、出入り口の表示を明確にする必要があると指摘されている。フォーク並びは窓口同士が離れすぎていないこと、列の先頭から窓口までが離れすぎていないこと、窓口の数が多すぎないことなどが要求されるとも報じられている。成田国際空港では、 2002年に出国審査窓口でフォーク並びを試験導入したものの窓口の数が多いこと列の先頭から窓口までの距離が長いことから歩くのに疲れる帰って非効率時間がかかるとの指摘がなされ本格導入を見送った経緯がある町行列理論の専門家である東京工業大学教授の高橋幸雄は個別に並ぶ方式より フォーク並びの方がやや劣ると論じている。これは列の先頭から窓口まで移動するのに時間がかかるためであるとしている。列が長くなりすぎて S 字のジグザグ状になってしまうことをその形から象徴並びと呼称する報道もある。象徴並びは限られたスペースを有効に使える列の途中からの割り込みを防止できるといった肯定的な意見もあるほかテーマパークにおいては 目的地が見えて安心感がある。ありがとうございます。